NHK 学生ロボコン2019優勝してモンゴルに行くのは兄弟か早稲田か、いよいよ決勝戦です。 Ready?もうスムーズに動き出した。早いのは青の早稲田です。あっという間にゲルゲ受け渡しまで行った。さあ今回はゲルゲの受け渡し順調にいった。四脚ロボットがスタートしましたけれども、リトライ。その間に赤の京都追いついて、四脚ロボットが着実に歩みを進めていく。さあ青の早稲田追いつくことができるのか。ゲルゲの受け渡しまでは順調に来ましたけれども、青の早稲田リトライです。その間に赤の京都はすでにロープを乗り越えるところまで行っている。2本目のロープを乗り越えたら射台を投げることができるが、さあどうだ、なかなかもどかしいが、その間に青の早稲田も4脚ロボットを動き始めている。赤の京都はリトライを宣言。追いつくことができるか。青の早稲田は次々と乗り越えていって、さあ追いついてきた、追いついてきた。どちらのロボットもロープ乗り越え、先にロープを乗り越えたのは早稲田大学。さあ射台を投げる。射台は大きく豪快に投げるタイプです。青の早稲田は射台を、おっと早稲田は射台を投げません。その間に赤の京都は追いついて射台を投げて20点を獲得したところ、先に射台を投げたのは赤の京都。さあ今リードをしているのは赤の京都です。時間は1分半が過ぎたところ、半分が過ぎたところで、赤の京都も車台を取り込むのにさミスがあるようですが、そこの間に青の早稲田は車台を取り込んで投げることができるか。車台を投げられない。どうだ。さあその間に赤の京都は2個目の車台を取り込めるか。今リードしているのは赤の京都。赤の京都が社外を1個投げている分だけリードしている。対する青の早稲田は社外2個目、ロボットには取り込んでいるが投げることができない。時間は残り45秒といったところ。さあ青の早稲田投げたな。さあこの判定はどうなるか。2個目投げたらどちらも場外と思われますが、さあこの辺りの判定は後ほど。3つ目は社外を投げたが、これもバウンドした。これは後ほど審議が必要なところ。さあ点数としては今どちらがリードしているのかなかなか分かりにくいが、赤の京都は確実に1個は社外を投げている。残り時間10秒。